コルビー・プレストン・ルイスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州官軍、ベーカーズ・フィールド出身の元プロ野球選手。現在は、テキサス・レンジャーズ GM 特別補佐。1999年の MLB ドラフト一巡滅移補で、テキサス・レンジャーズから指名され、プロ入り。2002年4月1日にメジャーデビュー。翌2003年は、開幕3連勝を挙げるも、 その後防御率が8点台にまで急落し、マイナー落ちとなる。その後はメジャーに復帰し、シーズン終盤に4連勝。最終的に防御率7.30と不安定な、投球ながら10勝9敗を挙げた。2004年は4月に肩を故障し、手術を受ける。2004年オフに、ウェーバーで、デトロイトタイガースへ移籍したが、翌2005年は全球する。2006年は、 参加のトリプル A 級、トレド・マット・ヘンズで24試合の登板で6勝7敗、防御率3.96、ホイップ1.28の成績を残す。8月23日のシカゴ・ホワイトソックス戦で2年ぶりのメジャー登板を果たし、メジャーでは翌日の試合と合わせて2試合の登板に終わる。2007年はワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んで、 スプリングトレーニングに招待選手として参加するが、3月20日に自由契約となった。24日にオークランドアスレチックスとマイナー契約。5月22日にメジャーに昇格したが、同日先発したシカゴホワイトソックス戦で3回1、3を投げ12アンダー10失点と打ち込まれ、以降はリリーフとして起用されるが、前半戦終了後にマイナーへ降格。 参加のトリプル A 級サクラメントリバーキャッツでは15試合の当番で8勝3敗、防御率1.88ホイップ0.97の成績を残し、9月にメジャー最昇格。メジャーでは主にリリーフで26試合に登板して0、勝2敗、防御率6.245ホイップ1.54だった。オフに一旦カンザスシティロイヤルズと契約する。その後広島東洋カープと契約。 契約には国内球団遺跡禁止の条項が盛り込まれていた。広島時代2008年、オープン戦で、モーションの静止が短いという理由でボークを取られる。場面が何度もあり、初登板の中日ドラゴンズ戦では、4イニングで3、ボークを記録。しかしその後ボークを取られることはなく、5月には6試合に、登板し、4勝1敗で、防御率1.60。 ホイップ0.82の高成績で月間 MVP に選ばれた6月15日の埼玉西武ライオンズ戦でリーグトップの10勝目をマークしオールスターゲームの選手間投票で選出されるが前半戦のみで規定投球回数直前まで投げ抜く活躍により体の疲労、肘の炎症などを併発し7月中旬にチームを離脱選手間投票で選出されたオールスターで 先発投手が予定されていたこともあり、名誉なこと。1イニングでも投げたいと出場を熱望していたが、オールスターゲームを辞退となった。8月20日に、ようやく先発ローテーションに復帰した。最終的に、チームトップの15勝、リーグ2位の防御率2.680、同一1位のホイップ1.00を記録した。なお、最優秀防御率の石川正則とは、わずか点零零三差で、 最終登板試合で打ち込まれるまでは2.3台だった。また、最多奪三振のタイトルを獲得し、前年ドジャースに移籍した黒田広樹に代わる先発投手陣の大黒柱として大活躍した。26試合の先発登板中、5回を持たずに降板した試合がわずか2試合。チーム随一の安定感であり中4日での登板も、意わず勝利を重ねた。ちなみには、 規定投球回に達した投手では両リーグ通じて最小である。来日1年目からファンの信頼も厚く神様、フッツ様、ルイス様と呼ばれた。2009年は開幕投手として4月3日の読売ジャイアンツ戦に登板し、広島の外国人投手としては1999年のネイサンミンチー以来の開幕投手となった。4月中盤に顔面麻痺で、 戦線離脱するものの、すぐに復帰。前年辞退した、オールスターゲームには監督推薦で選ばれ、地元広島での第2戦に登板した、9月30日の横浜ベイスターズ戦では、自身がバントを失敗した直後、ベンチでヘルメットを地面に叩きつけて、アンディ・フィリップスの顔面を負傷させた。前年に比べると、やや幸不調の波が激しく、高騰することもあれば大量失点を喫することも、 あったため、勝ち星や防御率をやや下げたが、全体的には変わらぬ安定感を披露。最終的に、広島の外国人投手史上初の2年連続2桁勝利となる11勝、防御率2点台を記録し、2年連続で最多奪三振のタイトルを獲得。吉久も2年続けて規定投球回到達者中最小だった。また、 二本の場外弾を含む三本類打を放ち、打撃でもインパクトを残した。ホイップは、先発投手としては、驚異的な0.99と1を切った。また、運や味方の守備力に左右されない、評価指標 DIPS は2.53でリーグ1位であり、同じく K、BB では、驚異的な9.79を残すなど、勝敗や防御率以上に投球内容は良かった。 これらの活躍から翌シーズンに向けての契約交渉が進められていたが、家族の健康を理由にアメリカに戻ってプレーしたいという本人からの申し出がなされ、12月14日に一転して対談することが発表された。この時は詳しい説明がされなかったが、翌年2月に ESPN の取材に対して、ジェニー夫人が甲状腺の病気であるバセドウ病を患っていること、 加えて新たな子供が欲しいと考えていることも明かした。対談時、日本の野球についてルイスは、私は、広島のファンが大好きだった。新幹線での移動も快適だったね。一番長い移動でも、東京までの4時間だった。あと、先発投手はチームに帯同する必要はないんだ。まるで、クレメンスのスケジュールみたいだったねと実感した。ただし、言葉の壁から逃れることは嬉しい。 一度も日本語教室に通ったことはない。食事のオーダーやタクシーに乗ることに問題はなかったが、3人のアメリカ人選手としか話すことができず、寂しかったと語り、コミュニケーションに悩み、心細かったことも告白した。2010年1月19日に2年500万ドルで、フルスのレンジャーズと契約、4月9日のシアトルマリナーズ戦で6年ぶりに、 メジャーでの先発登板を果たし、7回5アンダ4、四死球ながらも1失点にまとめ、6年ぶりとなるメジャーでの勝利を挙げる。その後に試合も、それぞれ10奪三振をマークする高頭で、開幕3連勝を挙げる。6月には2勝0敗、防御率1.80のほか、13日のミルウォーキーブルワーズ戦で2アンダ2打点の活躍を、 4週間最優秀選手に選ばれ7月まで好調を続けるが、7月16日のボストンレッドソックス戦で9勝目を挙げて、以来7連敗を喫し、その間の防御率も5.07とゼフ不調に陥る。しかし9月9日のトロントブルージェイズ戦で6回、1、3を5アンダ1失点に抑え連敗をストップ。チーム最終戦となる、ロサンゼルス・エンゼルス戦では4回に、 松井秀樹から2点本塁打を浴び勝敗はつかなかった。ものの、初の200投球回に到達。12勝13敗、防御率3.72、リーグ7位の196奪三振、同9位のホイップ1.19、同5位の奪三振率8.78で、レギュラーシーズンを終えた。ポストシーズンでは、リーグ最多の3勝に加え、マットガーザに次ぐ。 リーグ2位の防御率1.71と高騰。ニューヨークヤンキース戦では、第2戦、第6戦と地元テキサスで、先発登板していずれも勝ち投手となった。特に2勝目は、レンジャーズ創立50年目にして、初のリーグ優勝のかかった試合で8回1失点に、抑えての勝利であったため、ファンからは、ルイスコールが連呼された。2011年は、夫人の出産に立ち会うため、 この年から新設された育休リストにメジャー全選手で初めて適用された。4月は2勝3敗、防御率5.70、ホイップ1.36を喫したが、5月は2勝2敗、防御率2.43、ホイップ1.05と復調し、5月16日のシカゴホワイトソックス戦ではメジャー初カンプを記録。しかし6月は3勝2敗、防御率5.18、 ホイップ1.33と調子を落とし、18試合の当番で8勝7敗、防御率4.38、ホイップ1.23の成績で前半戦を折り返す。7月は防御率3.09、ホイップ1.02と好投を見せたが、8月から再び調子を落とし、後半戦は14試合の当番で6勝3敗、防御率4.43、ホイップ1.17を記録。 シーズンを通しては2年連続での200等級会に到達したが、リーグ最多の35日本塁打を浴びた。ポストシーズンでは、タンパベイレーズとのディビジョンシリーズ第3戦で勝利投手となるが、デトロイトタイガースとのリーグチャンピオンシップシリーズ第3戦では5回、2、3を4失点で敗戦。セントルイスカージナルスとのワールドシリーズでは、第3戦と第6戦に先発し、 1> 計1 2回を自責点3に抑えたが、チームは第7戦で敗退。10月31日には、球団が年俸325万ドルのオプションを行使して、契約を延長した。2012年7月に、右ヒーチ断裂が判明し、右ヒーチクッの修復手術を受け残りのシーズンを欠場。2013年は8月に股関節の手術を受けたこともあり、 メジャー当番はなかった。シーズン終了後、レンジャーズとマイナー契約を結んだ。2014年4月13日に、レンジャーズとメジャー契約を結んだ。7月30日のニューヨークヤンキース戦で黒だと、当番し元広島同士の当番となり、7回に、失点で勝利した。復帰1年目の同年は、先発ローテーション通り29試合に当番し、規定投球回に到達。 10勝を挙げたが、防御率5.18リーグワーストの14敗を、喫するなど不審面が目立ち、故障前ほどの活躍はならなかった。2015年は、エース格として33試合に登板し、チームの投手陣トップかつ、チーム唯一の200点レーニング以上に投げた。防御率は4.66ながら、フィップは4.17ホイップは1.24であり、自己最多対価。 リーグ5位となる17勝を挙げるなど、好成績を残して完全復活を遂げた格好となった。11月2日に FA となったが、12月18日に1年600万ドルで契約に合意し、2016年1月18日に正式に契約した。2016年は開幕から6連勝と好調をキープし、6月16日のアスレチックス戦では8回裏まで、 無安打に抑えていたが、9回裏に、先頭のマックスマンシーから、ノーヒットノーランを阻止する二塁打を打たれて、快挙を逃した。だが、次の当番となった6月21日の、シンシナティレッツ戦で、右の後背筋を痛めて15日間の故障者リスト入り登録され、7月3日になって60日間の故障者リストに移行された。この長期離脱の影響もあって、 レギュラーシーズンでは19試合の先発登板に止まったが、6勝5敗、防御率3.71ホイップ1.13と、投げれば安定したピッチングができることを示した。オフの11月3日に FA となった。2017年はマウンドに上がることはなく、引退表明もしていなかったが、2018年1月19日に、レンジャーズアワードディナーにて引退を正式発表した。 2017年11月6日、レンジャーズから GM 特別補佐に就任することが発表された。マイナー指導などを担当する予定。肩を故障するまでは、最速時速 160km を誇っていたが、請求に難があり体性しきれなかった。故障後は、平均球速約 90mph、最速 95mph の速球を投げ込み、キレのいいスライダーとカーブ、 チェンジアップを投げ分ける本格派投手となった。日本で請球力が自分の投球の基本ということが分かり、打者の打ち取り方をつかんだという、広島時代は打者としても通算で5本塁打を記録。2009年6月26日には松田スタジアムで朝倉健太から推定飛距離150メートルの本塁打を左翼場外に放ち、10月5日には横浜スタジアムで 高宮和也から左翼場外に本塁打を放った NPBNPB 投手記録、NPB 打撃記録、ありがとうございます。